県外まで行ってがっつり1日仕入れをしてくるっていう日の様子を撮影してみました。だいたい月に 1,2 回ぐらいは遠征仕入れに行っています。だいたい毎回50点ぐらい仕入れてくるんですけど、今回は過去最大って言っていいぐらい渋くって、点数で言うと合計で33点で、使った金額が85,162円でした。で、利益で言うと最低でも10万円ぐらいにはなると思います。まあ、1日で10万円稼いできたって思えばいいんですけど、ちょっと今回は不作でしたね。私はレディースの服と、あとメンズレディース問わず靴を扱ってるので、その2種類をメインに見てきた感じです。このまま動画が終わってしまうのも面白くないかなと思ったので、2つだけ仕入れてきたものを紹介したいと思います。まあ、レディースの服なんですけど、こちらエイミー・イストワールというブランドのワンピースですね。マーメイドワンピースっていうのかな。こちらが仕入れ価格が4900円だったんですけど、まあ15,000円ぐらいでは確実に売れていくかなという予想で買ってきました。あとは今年は資金に余裕があったりするので、今これから夏ですけど、冬のものを仕入れて冬まで置いておくっていう寝かせをやろうと思っていて、で、まあ、季節問わずいいものがあったら買ってくるっていうのをやってるんですけど、こちらまあそんなによくはないですけど、ミラオーエンのガウン、ロングカーディガン、ガウンですね。で、こちらが仕入れ価格1300円ぐらいだったんですけど、まあ、売り値が多分4000円から5000円ぐらいになってしまうと思うんですけど、今回みたいに仕入れがちょっと渋いなという時とかは、積極的にこの売り利益の商品も仕入れてきたりします。時期が良ければ出したら回転も早い商品なので、私は確実に売れて回転の早いもの、2000円ぐらいの利益のものでも積極的に取ってくるようにしてます。はい、ではここまで見ていただいてありがとうございました。仕入れの様子といっても商品紹介をしたりするわけじゃなかったので、見ている人にとってはどうだろうと思ったりしたんですけど、まあ、私のライフスタイルというか仕事のスタイルを発信できたらいいかなと思って、こういう動画にしてみました。よろしければ感想とかコメントいただけたら嬉しいです。では最後まで見ていただいてありがとうございました。さようなら。